恋は井の一家。宮本百合子。1。2月の夜、部屋に火の気というものがない。お爪やは片当てが汚れた染めかすりの貝巻きを羽織り、灰の固まった茶色の丸い瀬戸火鉢の上へヘラ台の畳んだのを渡したところへ腰掛け、テーブルへ顔を伏せてじっとしている。厳しい寒気は、星のきらめく黒い郊外の空から往来や畑の土を凍らし、途端屋根を通し、夜と一緒に髪の根にまで染みてくる。テーブルの前に低く下った電灯の温かみが美に顔に感じられた。電灯はすぐ近くに乙女の艶のない髪を照し、少しは慣れて壁際に積まれたビールの空箱の中のたくさんの仮閉じの書籍を消失している。テーブルのニスが滑らかに光った。その光沢はいかにも寒気でとても手を出す気がしない。しばらくして、乙女が懐で押したまま、顔だけ貝巻きの袖の上からもたげ、湯たんぽ、まだ冷えないかい。ゆっくりした、一言一言に力を込めたような口調で夫の務に聞いた。同じテーブルに向かって正面のところには、家中ただ一脚の遠い椅子にかけて、務が、やっぱり貝巻きをドテラ代わりにシャツの上から着て頬杖をついている。務は、北国生まれの色白な顔に際立って大きい口元を動かし、口をもげに、いや、やろうか、と言った。いいえ、いい、二人ながら小柄な体へ貝巻きをかぶった夫婦はまた黙り込みかけたが、今度は乙女が、じっちやん、本当に三つここと小包にしておくってよこすかしんないね。長い眉毛を吊り上げたような表情でいい、不安そうに荒れている自分の唇を舐めた。ふむ、じっちやん、何すっかしんないよ。テーブルの上に、ちり紙のような紙に灰墨で乱暴に書いた貞行助の手紙があった。年寄りならきっと書きそうな冒頭の文句も何もなしで、いきなり、たびたび手紙をやったがいつ金を送ってよこすつもりかと書き出し、東京で貴様はどんな偉い運動をやっているか知らんが、こっちでは一回人が飢え死に仕掛けている総領息子の貴様はどうしてくれる。金をよこさないのなら、手足まといの三つ子を小包にしてでも送り返す。そのつもりでいれ、かすれたり、そうかと思うと滲んだり。貞行助の頑固に毛羽立った眉毛を思い出させる不揃いの文字で罵倒しているのであった。恋はいつとむ殿と書いてある封筒の下のところに、ひどい種油の汚点がついて、それが中身まで通っている。ふるさとの英史で、貞行助はここ数年間、毎朝納豆の呼び売りをしていた。お袋の巻きは夜になると親父を励まして自分から今川焼きの屋台を特別風当たりのきつい、しかし人通りの茂い川岸通りまで引き出して1時頃まで稼ぎ、小学を出た弟のイサムは銀行の給仕に通った。それで、妹のアヤを合わせて一家が暮らしているのであった。つとむ夫婦が、三つの三つ子をそんな暮らしの中へ預けたのには、わけがあった。前年の春、つとむは仕事をしているプロレタリア文化団体の関係でやられ、ビンタを食わされたのが原因で、悪性の中耳炎になった。つとむは脳膜炎を起こすほどになった時警察から、西洋の済生会病院へ入れられた。そこでは軍医の卵が、いちいちそこを切れ、あそこを詰めろと教えられながら、つとむの耳を手術した。その後の手当ても専門医が見てびっくりしたほど粗末な扱いで、夏に入って、極めて悪性の乳くちばし突起炎を起こした。
友達のつてで別の病院に入院したが危篤の状態が一ヶ月以上も続いた。コサック帽のように頭に巻きつけた包帯の上まで血を滲ませて寝ているツトムが果たして回復するかどうかということは、耳鼻科主任の連達な手術を施した医者にさえ明言できなかったのである。ツトムを生かそうとする努力のうちでオツメアは友達の着物を借りて質に入れるようなひどい苦面をし、やっと容疑者に乗って三つ子おじいさんばあさんのところへ岩場をしつけに置いてきたのであった。2円と金を送れたのは、はじめのに三日月のことであった。秋が深まってから、お爪合わせ網の毛糸マントを三つ子に送ってやった。養育費を送るという年寄りたちとの初めの約束は実現されなくなった。ツトムの命は取り留めた。けれども、その春以来、彼がその団体で献身的に働いていた出版部の活動が非常な困難に陥った。人手がなく、そして、金もなかった。朝、ツトムが丹精して集めた古い、マルクス主義、の合本を抱え、街頭の襟を立てて耳の傷をかばい表から出かけると、乙女がその後を閉めて水口から自分もついてで、顔なじみの古本屋の店頭でツトムから10銭玉いくつかもらって引っ返す。そういうことが一度ならずあった。まず、金を送ってもらいたい。ついで、三つ子がどんなに薪の手を塞ぎ、そのために、おやきの商売も減ってきたかということを、イサムの筆跡でこまごまくどいてよこした。ツトム夫婦は、自分たちが金を送れないことについて深く気の毒に思った。だが、今川焼きの売り上げがだんだん減るということを一概に三つ子の厄介のゆえとばかり決めて小言を言ってきている親父の考えの狭さにツトムは嫌な感情を持った。17になる次男坊のイサムが、親父の言うまま、一向も自分の文句を加えずそのくどくどした手紙を書いてよこした気持ちをも、ツトムは少年時代から家を見た自身の経験から見落としていなかった。A 氏は東北基金地方に巻き込まれていた。戦争になってからこの地方一帯の農家の困り方は甚しかった。暮れに、若者を兵隊に出した家のオッカーレンが固まって戦地から返せと押しかけたような事件もあった。川風が染みるからといって、焼きたての、おやき、の熱いところを懐へ入れ、それを食い食い夜遊びから帰る若者が減るのは当然のことであった。そんな小銭が使えるものは、おやき、をやめて、ワンタン屋の屋台に入った。ツトムは、真面目にそういう世の中のありさまを説明し、自分たちの生活の窮迫の原因をも、そういうものとして定行助の納得の行くように書き、脇に、この手紙はイサムにも必ず読ますようにと書き添えたのであった。ほど経ってきた定行助の手紙は、そういうツトムの努力が全く無駄であることを示した。定行助は鈍重なずるさを働かせ、暮らしの世つまりの全責任をこの機会に長男であるツトムの方に移してしまおうと、孫の三つ子を枷に使い始めたのであった。その時、ツトムは体に合わせてひどく大きい口元をパフパフというように動かし、乙女を鋭い視線で見て、俺は18まで散髪に行ったこともなければ、猿股を飼ってはいたことだってなかったんだ、と言った。好きな本を買う銭を取るために、ツトムは郵便局が引けてから、夜、縄工場へ通ったのであった。同じ縄工場へお袋の巻元を追った。
そして、ストムの神をカルバリカンとサルマタオヌーヌの東海末娘のヒヨワヤヤの薬代を払った。ストムは、その親父の手紙は焼いてしまった。何かで家をかき回された時、そんな手紙が出、それを口実に運動をやめろなどと言われたら尺である。彼はそう思ったのであった。お爪屋はツトムの憤る心持ちを同感したが、大きく二重まぶたの目を見開いて中耳炎以来変に髪が薄くなった夫の顔を眺め、じっちやん、みつこをいびってないだろうかね、と静かに言った。乙女の声には、二重の心遣いが響いた。自分がみつこ一人ぐらいを育てかね、たださえ苦労の多いツトムに家庭的な辛労までかける。それを、引け目に感じるのであった。今年、田舎の二十日正月が済んだ頃、あやが、下手な、それでいて格のはっきりした字で、ばあちゃんはこの頃死にたがってばかりいます。死ぬかと思って私は心配ですという手紙をよこした。重たい孫をおんぶって、強情なじいちゃんとの間に挟まり、苦心に疲れている反発のこじんまりした母親のおとなしく賢い顔つきがツトムの目に彷彿とした母親に対する思いやりから、ツトムはみつこを取り戻すにしろ、そのまま送るにしろ入りような金策に心を悩ました。ツトムがプロレタリア運動に入るきっかけとなった詩は、金にならぬ。そこへ、種油の染みがついた今度の手紙が来た。ツトムが帰って物も言わず机に向かい腰掛けるとすぐ、乙女がツトムのフルコン旅をブクブクに履いた足で小走りに伝統の玉のない台所へ入り、湯たんぽを作ってあてがっているのは、炭を買う金さえ彼の交通費にいるからのことである。長いこと黙っていた後、ツトムは十指に赤インクのついている手で親父からの手紙を縦に引き裂きながら、いっそ、すっかり畳んで出てこいと言ってやろう。大して普段と変わりない調子で言った。乙女はとっさにそれをどう判断していいのかしびれたようにツトムを見た。そのうち彼女の二重まぶたの目は我知らず釣り上がった二つの眉毛のもとで次第次第に大きくなり、寒さで赤らんだ鼻の先とともに、びっくりしたのうさぎのような表情になった。花材を畳んで、五人でここへやってきて、そして、どうして食うのであろうか。恐怖に近いものが幅広く彼女を押し付けた。そんなことを考えるツトムも、親父にどこか似たところがあるのではないか。そう思った。しかし、ツトムはそのことを今日一日、二通り三通りの活動の合間に考え続けていたのであった。三つ子を迎えに行く金も送る金もできる見当はつかない。英子で、サダユキスケがますます食い詰めるであろうことは目に見えた。東京へ出て、イサムが働き、サダユキスケは納豆でも売り、バッチヤンはその豆で手綺麗な性質で何か内職でもやれば、どうにか食ってはいけるだろう。東京へ出てきて、自分らの暮らしを見ればいいんだ。ストムは強くそう思った。そうすれば、ミツコが厄介になったのをいいことにして、イサムの次男坊気質を助長させながら、長男の貴様、にまたく行くだろうとする湖水少年もいくらかゆるだろうし、ストムの仕事の性質も飲み込むだろう。こっちの暮らしを目で見て、一緒に思い知ればいいんだ。説明されてみると、乙女もそれを不自然なこととは思えなかった。いいかしんないね。お爪屋は、目を大きくしたまま、しかし腹からのように合点をし、
舌を動かしてゆっくりと自分の唇を上唇、下唇と舐め回した。じゃ手紙書いてやろう。お前先へ寝れ。ストムは、サダユキスケへ手紙を書き、それから別に長いことかかって薄い紙に何か書き、それぞれ別の封筒に入れ、一つの方を部屋の外へ持って出て、どこかへしまった。床に入って、顔を障子の方に向けているだけで、乙女は眠ってはいなかった。ストムが、お前先へ寝れ、そういう時は、何も聞かず床に入るか、台所脇の御城へ行くかするのが、乙女の常識となっているのであった。ストムは、細かい字で物を書いている間、時々買い巻きの袖から左の指先を出して、耳の傷を押した。骨を削られて耳の跡はペコンと凹み、ガーゼが詰められてある。寒さと疲労とで、今もそこがズキズキ痛み、頭の半分が渋滞。その耳の後ろには手術の傷の他にもう一つひどい引き連れの跡があった。それは1930年の冬、ストムが、文鮮の方針に不服で脱退し、戦記の活動に参加した当時、文鮮の取り打ち棒の写真で知られている石藤久も夫に、焼きごてを押し付けられた引き連れであった、に。じっちやん。ばっちやん。あやこ。いさむ。それにみつこ。これだけの人々が、間もなく上野のステーションから様々な色と形の風呂敷包みと一緒に無言のまま小祝いの時間の途端屋根の下へ運び込まれ、床の間の上までバイクさえ、どれを開けてもボロに似たものの詰まった包みを積み重ねて生活し始めた、ストム夫婦の暮らしぶりは変わった。朝、5時。まだ暗いうちにサダユキスケがまず床の上へ置き直り、ところ狭く眠っている一家の顔の上にパッと電灯をつけた。そして、タバコをふかし始めた。パン、パン。キセルをはたいた。タバコ盆は、ばあちゃんがちゃんと出しておいてやるのである。物音で、昨夜2時ごろ床に入ったストムが苦しそうに寝返りを打ち、ヤグをかぶった。やがて、ミツコがじぶくり出す。はじめ夢中で背中を叩いていてやった乙女がすっかり目を覚まし、ストムが起きるのを心配しながら小声でいろいろすかそうとすると、イクビのミツコは、わざとそれをバチキ返すように体を反らせ、いやーん、ばあちゃん、いやーん、半年の間の習慣で、ばあちゃんを呼び立て泣き立てた。すると、ばあちゃんが、寝床の中から前掛けを締めながら立って、さあさ、みつこ、泣くでねえよ、な、まんまやっから泣くでねえ、な、飯を持って乙女の床のところへ来てみつこにあてがうのであった。イサムが続いて起き、アヤが起き出し、ストムも眠っておれず薄い布団をあげた。ストムが寝不足で青く乾いた顔を洗う間、じっちやんは草ぼうきで格子の前あたりをちっと吐き、掃除の済んだ部屋へがみって座った。アヤがちゃぶ台を出す。イサムは、じいちゃんの広げた新聞の間から落ちた色ずりの広告を、畳へ置いてみている。道具のない台所で飯の支度をしている乙女が、バッチヤン、チート吸ってみんな、この頃は眉がつり上がったきりになったような表情で、そこにかがんでいる薪に小皿を差し出した。薪は、音高くその味噌汁を吸った。よかろ、乙女とバッチヤンとは、味噌汁を薄めてそこへうんと塩を入れたものを皆に飲ませ始めたのである。小さいちゃぶ台にぐるりと膝を詰めかけ、みつこまでものも言わず、非常に和訳、
一家は朝飯を食う。それから出かけるまで時間があっても、ストムはほとんど誰とも口を聞かなかった。縁端に近い方へ腹ばいになって本を読んだ。思い出したように実地庵に向かって、おやきの鉄板どうしたかね、などと聞くことがあった。売ってきた、ぽっきり、定行助が答える。二人の間で話はそれ以上伸びないのであった。ストムが、擦り切れた紺外灯を着て出かける。定行助は、そういう時でも決して気軽に立ってきてみようなどとしなかった。手織も綿の羽織の肩を張って座っているのであった。夜になってストムが帰ってくる。電灯がついているだけの違いでじいちゃんは1日経ったのにやっぱり朝いたところで、新聞とタバコ盆とお前に置き、座っていることが多かった。ストムの留守には乙女が、ばあちゃんが再覚して持ってきた粉で蕎麦がきぐらいをこしらえ皆を食べさせた。未上の方にある寝床に入ってから、ストムが小声で、じいちゃん、1日何しているか、と乙女に聞いた。座ってたよ。そして、おっかないことでも言うようにお爪あわ一段と声を潜めた。じっちやん、ボケてしまったんであるまいか、ストムは返事しなかった。そうやって頑固に座って、じいちゃんは自分の暮らしぶりを観察している。そのことをストムは感じた。本当に自分が働き出さねばならないか、さほどでないのか、見ているような定行助の黙りこくった気分が、ストムに苦々しく映っているのであった。毎日、5時頃になるとだらだら坂の下の通りにあるラジオ屋の前へ出かけて行き、食料紹介の放送を聞いたり、少年らしい赤い方に青いシェードの日陰を受けながら、長いこと飾り窓に眺め入っていたイサムが、一ヶ月ほどして、京橋の方にある会社の給仕に雇われるようになった。二ヶ月払い5円20銭の古自転車をつとむが見つけてきてやった。イサムは嬉しそうにそのペタルを踏んで通い、夜帰ってくると、今度の会社、でかいよ。僕らぐらいの給仕がいい人もいるよ。A 氏の銀行の小ささが分かったという風に口を尖らしていった。だけんど、皆がおらこと、といつかくに言葉に戻り、ちびのくせして、しわん棒だつからやだなぁ。その会社では給仕仲間で、互いにおごりっこが流行っていた。イサムはおごられて食べるが、おごり返せないのでそう言われるのだった。ばあちゃんがつかみ張りで三つ子の紐をつけ直しながら、そんだら、イサム、食わねばいいのに、と心配げに言った。ストムが珍しく早めに帰って机に向かい仕事をしていた。そんなこと気にすることはいらんよ。大きい口元を動かし、優しく、励ますように言った。イサムは、家を捨ててるんだから、無駄銭に使えないからって、威張っていいんだぞ。兄貴に似て、色白く、ずんぐりだが口元はこじんまりしている言うは、抗弁もしないが、賛成もせず、長まって月遅れの、子供の科学。おめくり始めた。こんな場合を詰め合わじいちゃんにも一言なんとか言ってもらいたかった。しかし、じいちゃんは、黙って座り、タバコをふかしているのであった。ところが、このじいちゃんもついに他人に混ざって物をしゃべり、慣れぬ東京の街を歩き回らねばならないことが起こってきた。A 氏にいた自分からよく寝ることのあったあやがだいぶ手の込んだ結核性の腹膜炎で病院に入れなければならなくなったのである。勤
トムはその頃仕事の忙しさと身辺の事情から家に毎晩帰るということができなかった。乙女が、じいちゃんの下駄を揃えて三河島の叔父のところへやった。歳はおつかつだが定幸助の叔父にあたる菅義は十何年来町役場の書記を務め、東京にあるたった一軒の親戚であった。イサムの月給17円の中から返す約束で東西社へ払う金を借り、役場の手ずるで綾を方面委員の手で用事させよう。やっとその知恵を絞り当てたのであった。菅義の二度目の女房のお石が、二密化すると、定幸助に陰謀させるために借金少々持って、やってきた。お石は、障子の破れた上がり口を入るなり、田舎者はしようがないもんだねー。家の片付けようもろくそっぽしやしないんだねー。応用に、色足袋をつまだてて、さも汚そうにたもとをかき合わせ、ただ一枚の座布団に座り、じろじろがている病人のあややそのあたりを見回した。そして、丁寧にたすきを取って半白の頭を下げるばあちゃんに向かい、ご方便なもんですよ、ね。普段は出入りもしないどいて、金のいる時だけ役に立つのも親戚だからさ。へえ、これに一つ、印してください。お爪は、眉を吊り上げるばかりか、痩せた両肩までを吊り上げたような格好で、三つ子おんぶい、お石の出す銭を握り、十銭の焼酎と揚げ物五銭を買いに出た。つとむは、この尺譜上がりで、近所でも評判のおば夫婦とは何年も行き来せずに暮らしてきたのである。乙女が、一号ぐらい入りそうな空瓶をおんぶした手に持って出ようとすると、お石が、ちょいと、この人ったら、それで買いに行くつもりかい。たとえ買うのは一号でも四号入る器を持っていかなければ、一号よりしばらくしか売ってよこさない。お石の世渡りは万事この調子なのであった。三つ子が、目を皿のようにしてちゃぶ台の前に釘付けになり、揚げ物に触るぐらい近くへ手を伸ばして指さし、あれ、食いて、母ちゃん、あれ、食いて、とせびった。お石は、女の子が言いをするときのようにした唇を突き出し、これ、食いて、か。と口真似をしながら、憎しみの現れた目で三つ子を眺め自分一人焼酎を飲んでは揚げ物をとつついた。新人がないから、貧乏するし、病人が出る。赤い息子なんぞできるのだ。そういうことを魚に、十銭分の焼酎を飲み切ると、お首をしながら、帯の間のガマ口から、また十銭玉一つ出して買い足さした。亭主が勤めから引ける刻限までお石は二三辺、十銭の焼酎を買いにやるのであった。お石がやっとのことで帰った後、定幸助はもう一度勤むの机の引き出しから三十円の借金証文を取り出してきた。打ち返しそれを眺め、再び姉妹に立ちながら、貧乏はついて回るなぁ。それはじいちゃんが東京へ出てから初めて乙女の聞くしん繰り返しした調子であった。金があれば、暗夜だし。だから、日知庵がいつも言う通りだろ。お爪屋は、お石のような女を出入りさせる口惜しさと、じいちゃんの心持ちが変わってきたらしい期待とで、口の中が乾いたような声で言った。世の中が別なようになれば、あやだって安心して養生しれるんだよ。祖父江と同盟では、国それぞれ無料の病院があって用事をしてくれることなどを、お爪屋はじいちゃんにこまごまと、唇をなめなめ話して聞かせた。祖父江との友、野倉夫など、英氏に一
家がいた自分からつとむが送ってやっていた。さだゆきすけはこれまでどう思ってそれを見ていたか知らないが、その日は乙女の言うことをこっと聞いた。夜、ばあちゃんに、おやきの道具、安易なものでも売らねばよかったな。そう言っているじいちゃんの声が聞こえた。3、寝静まったアスファルトの大通りから、ガソリン屋について左へと曲がり、家並みのまばらな深海地へ出ると、月は急に高くさえざえと、乙女の小さい影を地べたに落とした。遠く、四角けやきの木立が月の光の溶け込んだもやに包まれ、空には、軽い白い雲が浮かんでいる。周りに大きく傘をかけた曇りない月を見ながら歩いていくと、お爪あは月の光のくまなく降り注ぐ微妙な音を、自分の裾や草履の足音だけがかき乱しているように感じた。そんな時間に一人歩くのは寂しく、怖かった。が、せめてこういう道でも歩いているうちに、新宿へ女級見習いに通っている乙女はやっと人心地に帰るのであった。あやは方面委員の世話で慈恵病院に入ったが、普天はこっち持ちで、そのための交通費がいったし、じいちゃんが持っていく弁当にうちで皆の食べている水筒をあてがうわけにはいかなかった。お医師が、出入りするようになってからちん仕事を持ってきて、ばあちゃんと乙女とに稼がせた。木綿物一枚二十位線で糸はこっちで持つのである。けれども、このちん仕事は弁行のうまく立たない二人の女にとって何か恐ろしい仕事であった。きちんと約束の日早めに蓋十五銭持っておいしがやってきた。へえ、ここへ置きますよ。お使者を立てて、いながらのお仕事だから、ご身分のいい方は違ったもんだね。最後の糸を、ばあちゃんが歯で噛み切り、縁旗に出て仕立て上がった着物を、パタパタと笑うと、例によって焼酎を飲みながら待っていたお医師がすぐ、どれ、と検査した。自分で勘くせそうに畳みつけて、しばらく式押しをした。そして、帰りしな、仕立て物の風呂敷を抱えて立ち上がると、片手おばあちゃんの、時には乙女の占病室らしい歯と胸の前へ差し付け、おかず買って帰るから二十銭をくれ、お医師はまつげ一つ動かさずぴったり顔を見据えてそういうのであった。あまりのことにこちらはごくりと思わず唾を飲む。大抵に押されて断る言葉も出ないうち、むざむざとそこにある小銭の中から二十銭というものを取られてしまうのであった。乙女がカフェ働きの決心をしたには一日も早くこの鬼を逃れるためと他にもう一つ原因があった。つとむが安全に活動を続けていくためには、家を離れ、よそに室を借りる必要が迫っていた。最近も雑誌が製本屋へ回った時狙われ始めたことが分かったので、つとむは機械を伺い便速に数百部の雑誌を運び出してしまった。急のことで発送する場所がない。円卓をめくらめっぽうに市街まで走らせて、ある雑木林へその荷物を担ぎ込んだ。ちょうど土曜日の昼かのことであった。つとむが重い荷物でよろめきながら、うららかな日の差しとうすけ焼きやくぬぎの間を林の奥へと分けていくと、不意に芝草の生えた狭い平地へ出てしまった。草の上に、ミヒと若い学生が寝転がって喋っている。向こうもこっちもびっくりした。学生は一度気に話をやめ、一人は起き上がってソフトをかぶり、大きい口をきと結んで荷物を下げている小男のつとむを眺めた。引っ返すわけにもいかず、つ
トムはそのまま進んで再び平地の後ろに続いている木の茂みに分け入った。いい加減のところで腹を決め用意の紐や紙を取り出して、放送を始めた。しばらくやっていると、学生たちのいる平地の方角から、高く口笛が響いてきた。ストムなどの知らないジャズの説であったが、ストムはとっさにその調子のせわしい口笛が自分に向かって吹かれていること、そして、警戒を意味していることを直覚した。雑誌を草で覆い、カラーのところや裾の切れた街灯をその上にぶっかけ、立ち小便をするような姿勢で聞き耳を立てた。小枝を踏み折って耳人の強音と女の笑い声がだんだん近づいた。平地のところまで来ると、迷っている風であったが、左の方へそれて、やがて強音も賑やかな女の声もつとむのところからは聞こえなくなった。仕事が済むまで2時間ばかりかかった。その間に、学生たちはもう一度口笛でその雑木林へ人が入ってくることをつとむに知らせたのであった。つとむは、その晩乙女に感動を持って、この若い学生たちの示した指示について話して聞かせた。部屋のいることをも、その時話したのである。髪にウェーブをかけたため、面変わりして見える乙女が、夜更けて帰るときっと一度はつとむのテーブルの横へ立ち、気づかれで乾いた唇をなめなめ低い声でその日、霊人座、での出来事を話した。赤旗の歌なんか歌う民主主義者も来るよ。手首の傷を女給に見して拷問の後だって威張ってた。ふうむ、あたい尺だった。みなそんなんかと思うだろうと思ってさ、じっちやんばっちやんが来て暮らすようになってから、すっかり睡眠不足になったベンは、頻繁に耳の後ろの傷を押さえながら、むっつりして乙女の言うことを聞くだけで、自分から決してカフェイの模様など聞こうとしなかった。乙女が少し立て続けて喋ったりすると、不機嫌に、もういい。寝れ、と言った。ストムはカフェイの女給と乙女とを結びつけて感じることになれないのであった。では、乙女がそういう稼ぎにいくらかでも向いたかといえば、どうして、ストムがあるは乙女自身が考えているよりもっと、女給らしくもない妙な女給であった。乙女の地盤の客が来る。ボックスにどっかり腰掛け、さて、カクテールでももらおうか。すると、脇に立って眉を吊り上げ、目白ぎもせず注文を待っていた乙女が、カクテールいっぱいね、必ず念を入れて繰り返し、自分自身に向かってガッテンガッテンをしながら、眉を吊り上げて去って、注文されたものを運んでくる。客が、手を出して、乙女の体に触ろうとでもすると、お爪あわ、器用にはぐらかすことも口で賑やかに応酬することもできず、手など握られたまま、根も立てず体を縮め、高く高く二つの眉を吊り上げた。美しいところのある乙女の顔は急にまたびっくりしたのうさぎのように必死な表情になった。客は思いがけない変化に、馬鹿らしいような、照れたような気になり覚えず真顔に帰って手を離し、やがて、舌打ちをするのであった。見習い期間を入れて20日ばかり働くと、お爪あわ、霊人座、お首になった。いつまで経ってもサービスを覚えないからというのである。ストムが寝床の中へまで本を持って入りながら、サービスって、みんなどんなことをやるんだ、と、初めてその時になって聞いた。わかんない、ウェーブをかけた頭を振って、乙女はしょげた。
わかんない。と力を込めた言い方がツトムに4年前の乙女と自分と思い起こさせた。ガラス障子のところに、豚肉あります。と書いた紙を貼り出した肉屋が、A氏の走れにあり、乙女はそこの娘であった。ツトムのいとこが重い癌病で、A 氏の眼科に入院したとき、その病院の手伝いとして乙女が働いていた。二人はだんだん口を聞くようになり、郵便局に勤めていた弁は戦記、などを貸して読ました。お爪屋は小学を出たばかりだが、注意深く興味を示して読んだ。いろいろ本を借りて読み、あるとき、何と思い違いしたかマルクスの、資本論、を貸してくれと言った。いつかばかりすると、まだ下げ髪にしていた乙女が、小鼻に汗の粒を出してその本を患者の室へ返しに来た。わかった、ツトムが、つい特徴ある口元を緩め笑顔になって聞いた。その時乙女は、額から飛び抜けそうに長い眉を吊り上げ、二人とも小柄ながら、乙女よりは三子寸上にあるツトムの顔を見上げて、わかんない、力を込め首を振って今言ったように言ったのであった。ツトムは忘れていたが、二人がいよいよ結婚するとき、ツトムは牛や馬をもらうのではないから、のしがみ、などをやにやるに及ばぬと頑張り、乙女の母親は、牛や馬でないからこそせめて、のしがみ、一枚なりと親から出してもらいたいと泣いた。お爪屋は、いけないと言うなら、家を逃げ出すまでだと言って、もう東京に出ていたツトムのところへ来たのであった。自分も嫌だし、嫌に思っているが仕方なく黙っているツトムの気持ちをも察し、気苦労して乙女が取った金は、ツトムの質を借りると、あと10円を石の借金に入れられただけであった。ツトムを引っ越さすことができ、乙女がほっとする間もなくお石への借金は倍にかさむことになった。綾が死んだ。葬式の金がなかった。小祝いの一家のために、他の誰から融通が利口。じいちゃんと蜜コーヒーもでおんぶったばあちゃんとが、火葬場から綾のお骨を拾って帰ってきた。ばあちゃんは、戸棚の奥へ風呂敷包みを積み替え、前の肩だけ開け、そこへ水色の藤絹の風呂敷を広げて綾のお骨壺を乗せた。乙女が今度通い始めた郊外のケチなカフェから早番で帰ってくると、ばあちゃんは三つ子の足をだらりと垂らしておんぶったままその前に座って、もう赤い切れっ子も、いらねようになった。静かにそう言い、お骨壺から目を離さず、はぁ、とため息をついた。イサムが帰ってきてと伝ったまま、見慣れなそうに、罰悪そうに綾の骨壺を見た。それから、ぴょこんと頭を下げて礼をした。泣く者は誰もなかった。三つ子は両肩の間に押し込んだようなおかっぱを乙女の方に振り向けていくども、お、食い物でないのが残念という風に骨壺を汚れた指で指さした。綾の骨をどこへ埋めるにも、どの寺へ預けるにも、今やじいちゃんばあちゃんにはふるさとというものがなかった。異教ったような状況当時からの定行助の態度が、次第に失われ始めた。お爪屋はそれを、じいちゃんの座り具合からさえなんとなく感じた。新しく借金が増えてから、お石は3日にあげずやってきた。ツトムはこの頃家寄りつかないらしいがどうしているかだの、乙女の出ているカフェはどこかだの詮索すると聞いて、お爪屋は、バッチやん、気ぃつけな、まぶたに力を入れ、真剣に言った。何されっか知んないよ、
金になることなら何でもしかねない。自分のいるカフェを仕掛けてくるくらいならまだマシだ。そう思って乙女は美味しに恐怖を感じた。その時、ばあちゃんは、わかったような、わからないような口吻で、そうだなぁ、と答えていたが、寝てから考えたと見え、次の朝、台所のバケツで乙女がつとむのシャツを洗っていると、脇へ来て洗濯物をかき回そうとする三つ子を抑えながら、おんばは、昨日来た時、乙女も赤の手伝いしているんだろと、言っておった、と報告するように告げた。ほうれ、みんな、ばあちゃんなんて言った、カフェに出ておるもん、カフェに出ておると言ったけんどさ、おつめあは、自分のいない留守を心配し、じいちゃんにもよーく言っときな、ねえ、と注意した。この頃、定行助は天気が良ければ古い乳母車を押して、子供相手の駄菓子を売りに歩いていた。夕方、およそイサムとカツカツの時刻に家の近くまで戻ってくると、祖父ちゃんは用心して裏のロミから絡み出入り、お石のいないのを確かめて表へ乳母車を押して回った。一度勝ち合って、定行助は細い売り上げの中からお石に重銭取られた。もう懲りているのであった。格子がガラリと開き、続いて乳母車の前輪を持ち上げて敷居をまたがす音がすると、三つ子はどこからかそれを聞きつけ、ぬからず転がり出してきた。じっちゃん。強情そうな小さい額を広げた喜びの表情で釣り上げ、賢いて、小さい足をトンビ足に座って四角い風呂敷包みに黒い両手をかけた。これ、じいちゃんが上がってから村へ、いやーん、これ、あたいんちのよう、じいちゃんは黙って登りが町に腰掛け。砂糖のかかったビスケットを一つ二つ三つ子の手に握らした。三つ子は、上眼で一人一人じいちゃんからばあちゃんへと眺めながら、できるだけの速さで一時にそれを頬張る。台所での問答があってから、五六日後のことであった。十時頃乙女が、ひどい時は三日に一度ぐらいしか番の回ってこない。すずらん、に座っている間にアンダレースの内職を届け、60銭ばかりもらって坂をぶらぶら中途まで上がってくると、向こうの方からおまわりがやってきた。片側は杉苗の畑で、道は一本である。ゆっくり登ってきながら乙女が見ていると、そのおまわりは一軒ずつ表札を眺めてきて、小祝いの紙切れを張り出してある格子の前へ立った。開けて、入って、高い声で、こんちは、いませんか、呼んでいる。乙女の足は坂を登ったためばかりでなくせわしくなって、思わず口を開けるようにしその辺を見回したが、さりげなく2軒ばかり手前から曲がって裏へ回った。檻から、ばあちゃんがバケツを出し洗濯物を干しかけてある。それを絞り、竿にかけて広げながら、物音立てず土間での応対を聞き済ました。家族は、そうすると今のところ五人か、さよでございます。その子は、ああ、三つ子か。おまわりは、帳簿を送ってでもいるらしくしばらく黙っていたが、やがてガチャリと剣の音をさせて足を踏み替えた。それで、息子のつとむっていうのが行方不明なんだな。おつめあは、三つ子の小さい桃色のズロースを握ったなり、耳の内がカーンとなるような気持ちである。ばあちゃんは、いつものゆっくりした低い丁寧な声で、へえ、と答えている。どうして家でなんかしたんだね、駒であるのに。ほうとうかね、まあ、そんなようなものでございます。
お爪あわ肩に力を入れてうつむいたまま思わずも笑いかけ、バッチやん、でかした。本当に乙女はそう思った。30年来、貧乏をし続けながら、じいちゃんは自分一人では飯も炊けないまま押し通して、どうやらイサムも小学を出し今日まで暮らしてきた。いつかつとむが、じいちゃんはばあちゃんで持っているのだと言った。こういう場合に、お爪あわばあちゃんのその一生懸命な気働きを感じるのであった。数日の間、お爪あわ、すずらん、の緑や赤の埃っぽい色電気のもとでも、ふと、ほうとうかね、まあそんなようなものでございます、という二つの声をまざまざと思い起こした。だが一度と思い起こすたびに、それに絡んでくる乙女の感情は複雑になった。つとむがほうとうをするような男とは反対の性の男であることが、おまわりとの会話を何とも言えずおかしく妻としての乙女にはむしろ愉快にさえ感じさせたのだが、つとむのそのしっかりした気質について真面目に思い進めると、お爪あわ自分とつとむとのつながりについてこれまでになく深いものを感じた。急な情勢の必要から、つとむは乙女があれこれ考える暇もなくよそに住むようになった。つとむはほうとうから自分を捨てる男でない。今まではそこまでしか考えのうちになかった。が、自分が運動について行けなければつとむは自分を妻にしてはおかないであろう。今では、動かしがたくはっきり乙女にそのことが会得された。万一そういう時、それでもとつとむに絡み、恥ずかしい目を見せることは乙女にとてもできなく思われた。プロレタリアの運動の値打ちとつとむの値打ちがいつしか身に染み込みすぎている。お爪あわ、それらのことを考え、つとむが家を出てから初めて、枕の上に顔を仰向けたまま三つ子を抱いて長いことすいらなかった。モーセルの時候であった。明るい、細い雨がよく降った。雨降りだと、しっとり濡れた前の杉苗畑から、若々しい杉の樹脂の香りがかすかに漂ってきて、戸棚に綾の骨壺が閉まってある時間の家の縁畑におった。おそばんの日で、乙女がつとむのテーブルに向かい本を読んでいた。こんな天気で商いに出られないじいちゃんが長いことかかって新聞を読んでいたが、やがて、おう、火のないキセルを口からはなして乙女を呼んだ。今夜につらまっても、構わぬものか、お爪あわ何事かと思い、どれ、立って行って新聞を覗いた。三面の隅に、高等の職業紹介所で全教の労働者が二人挙げられたことが数行き出ているのであった。じいちゃんの新聞の読み方が違ってきた。お爪あわそれを最近に強く感じた。かえってイサムなんぞの聞かないことを、この頃じいちゃんの方が聞いた。じいちゃんは、黙って乙女のたどたどしい説明を聞いていたが、しばらくして咳払いをし、棒を突き出すように。だが芝居の組あいつはねのか、と言った。お爪あわ、なんだかどぎまぎして、眉を釣り上げた。しんないね、またしばらく黙り込み、じいちゃんはキセルを噛んでいたが、そのキセルを取ると力を入れて肺腑を叩き、言った。早くつとむの言うような世の中になんねば困る。それは、俺が困るという調子ではあったが、お爪あわじいちゃんのこれは大きい発展であると感じた。だからさ、じいちゃん、いつか見たようなこと言うもんで泣いてよ。ねえ、一ヶ月ばかり前。トムが着ていた冬街灯を干したとき、ボロボロになっているのを定幸助がひっくり返してみ。男が、
三重婚くんもなって、東京咲いて、こげいなもん来て歩かねばなんねえとは、解消がね、といい、乙女が思わずカッとなって争った。そのことを言っているのであった。じいちゃんは、しとしと雨の降っている外へこうってゆっくりタバコの煙を吐きながら、黙って膝をゆすった。お爪あわ間もなくからみつくみつくおばあちゃんに騙させながら着替えに立った。帯を結ぶ間も、大きい雨傘を背広の小柄な体の上に差し、口を結び、コツコツと歩いていくつとむの姿が乙女に見えるような心地であった。